マルティン一世は、アラゴン王、バレンシア王、及び、バルセロナ博。カタルーニャ5名では、マルティ一世。また、晩年に、シチリア王位にもついた、在位、1409年から1410年。アラゴン王ペドロ四世と3番目の王妃、レオノオールデシュシリアの次男。同盟の息子に対して、ローマルティンと呼ばれる。また、ユマニスト王と呼ばれる。 1396年、アニフアン一世が男子を残さずに死去すると、アラゴン王位を継承した。1373年に結婚した王妃、マリアデルナとの間の息子マルティンは、シチリアをマルティの一世となったが、1409年に、マルティの一世が、死死なしに死去すると、マルティの二世として、息子の王位を継承した。翌1410年には、自身も、 死死なしに死去し、後継者も定めていなかったため、マルティン一世の君主くらいの継承者が定まるまでには2年を要した。1412年にカスペノダ教で、アラゴン、バレンシア、カタルーニャ、シチリアなどの君主位は、妹レオノールとカスティーリアオーフアン一世の子である、フェルナンド一世が継承した。なお、死因については、消化不良及び笑い死にとされる。 ありがとうございます。